バンダイ熱海の県民レポーター岩崎浩二です。今日紹介するお店は熱海食堂です。熱海食堂は地元の人だけでなく県内外からお客さんが来る人気のお店です。おすすめは今回はラーメンということで、人気のもやしラーメンを紹介したいと思います。器いっぱいに入ったもやしのあんかけはシャキシャキと歯ごたえがよく、麺とスープと絡んでとても美味しいラーメンです。郡山市の県民リポーター岩崎さんがおすすめするのがこちら、熱海食堂です。郡山市熱海町にある人気の食堂、創業は1971年で実に50年以上の歴史があります。多くの客を迎えてきた店内にはテーブル席やお座敷があり、定食や丼物など豊富なメニューを提供しています。店主の有賀正則さんはこのお店の2代目、先代である祖母から味を受け継ぎ、接客を担当する妻の茂子さんと二人三脚でお店を守っています。ご家族連れもいらっしゃいますし、あと若い方のグループの方とか、幅広い年齢層の方にいらしていただいてます。自分たちが食べて美味しいなと思ったものをお客様に提供できればいいかなっていうふうには思っています。いろんなメニューがあるとやっぱり来やすいと思いますけれども、その中でもラーメンってやはり人気なんですか？そうですね、ラーメンの注文も多いこちらで人気の一杯が、県民リポーター岩崎さんもおすすめするこのもやしラーメン。とろっとろのあんに絡んだたっぷりのもやしが目を引きます。いらっしゃるともやしラーメンっておっしゃってくださる方が多いです。数えたことはないんですけど、ラーメン類を注文してくださる方の感覚的には半分ぐらいの方ですかね、はもやしラーメンとおっしゃってくださいます。大看板メニューと言っても過言ではないもやしラーメン。50年以上変わらない味のスープは鶏ガラや豚ガラ、煮干しを使い、他に昆布や野菜を加えて毎朝じっくり煮込んでいます。使う醤油だれは2つ、メインのタレには県内で作られた2種類の醤油を使用、味のバランスを考えてブレンドしています。麺はスープともよく絡むストレート細麺。そして使うもやしはこんなにたっぷり、その量は他の野菜と合わせておよそ 600g。 これは驚きです。これは昔からなんですか？主人が変わってから何かお店の目玉になるような商品を作りたいなっていうことで、皆さんに驚いていただくぐらいの野菜の量っていうことで、あの量になったんだと思います。炒めた豚肉にこの大量の野菜を加えてさらに炒め、醤油だれを加えて鍋を踊らせます。片栗粉を混ぜてあんを作り、ラーメンスープと茹で上げた細麺の上に豪快に盛り付ければ、ボリュームたっぷりのもやしラーメンの完成です。いや、ちょっとこれは重たい。持ち上がらないぐらい重たい。すごいボリュームですね。まさに肉、もやし炒めがそのままラーメンの上にドンと乗っている感じの、しっかりあんと絡んでるんですよ。うわうわ、うん、もやしのシャキシャキとした歯ごたえと、とろっとしたあんの舌触りと同時に楽しむことができます。あんのコクと旨味でお野菜がとにかく進む味です。うん、熱っ、熱々ですね。じゃあスープもいただきます。あ、意外というかあっさりした味のスープです。うん、優しい味わい。ちょっと麺探します。
がまだ見えてきません。あ、すごい湯気がすごい上がってくる。すごい、まだ熱々です。あんともやしとしっかり絡めていただきますね。ちょっとまだ熱いです。うん、一口の満足度がものすごいです。あんと野菜とこの細麺がしっかり絡みますから、野菜の旨味もお肉の旨味もあんのコクも一緒に一口でいただけます。シャキシャキもちもちつるんといった食感で、食感だけでも楽しめます。人気なのもうなずけるもやしラーメン。一方で熱海食堂では味噌ラーメンも人気です。おすすめは特製の辛味噌だれが決め手のピリ辛味噌ラーメン。こちらはもう見るからに濃厚で、味噌とお野菜と、でももう香りからしてちょっとピリ辛が伝わってくるような、あ、すごくピリッとくる辛さと酸味も強いですね。酸味と辛味と旨味というバランスのスープです。麺に絡むとやっぱりピリ辛スープも小麦の甘みでまろやかになりますから、やっぱりこのお野菜と麺とスープのバランスでこの味わいが成立してるんですね。そういった味わいの楽しみがあります。お客様にとってどういったお店でありたいと思われますか？家庭的な、2人でやってるので家庭的なお店で安心して食べていただければいいかなと思ってます。